I think a few minutes late. Yeah, as always.皆さん遅ればせながらですが、明けましておめでとうございます。2022年今年もよろしくお願い申し上げます。2022年始まりましたね。前の動画でもちらっとお話しさせてもらったんですけども、先月12月年の瀬の時はなんかもう、ああまた新しい12ヶ月かみたいな、なんか次は何が起きるんだろうみたいな、なんかこうすごい、なんていうのかな、こう seems a lot みたいな、こう too much な感じ、なんかあんまりこう新しい年だイエーイみたいな感じにはなれなかったんですけど、でも実際もう1月に入ってみると、まあなんてことないなっていう感じで、実際はね、ただただ次の新しい1ヶ月が始まったという感じで、なんなら年始に結構寝れて調子いいなっていう感じもあります。で、今日何の動画にしようかなと思ったんですけど、12月にまたおしゃべり動画作る時に何かトピックくださいっていう募集をさせてもらって、結構ね本について聞かれることが多かったので、それをね、ちょっと今回はやっていきたいかなと思います。中には2021年に読んで良かったなと思う本教えてくださいっていう声もあったので、まあね、いいかなと思ってやってみたいと思います。で、あんまりこう長くしたくないので、5冊選んだので、その5冊を紹介していこうかなと思います。まずはサリー・ルーニーのノーマル・ピーポー。これはね、どっかの動画でちらっとお話ししたかなっても思うんですけども、もともと本はねちょこ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 読んではいたんですけど、この本がね結構要所の良さを見出させてくれて、去年ね読書にもっともっと時間を割くようになったきっかけの本です。アイルランド の, ダブリンっていう町に住む高校生のコネルとマリアンのお話。マリアンは裕福なお家で育っている、いわゆるお嬢様なんですけど、友達が高校に一人もいなくて、でコネルは反対にスポーツ万能だし人気者 でシングルマザーの家庭で育った子なんですよね。でコネルのお母さんはマリアンのお家の清掃員として働いていて、だからこうねお母さんを迎えに行ったりとかする時にマリアンとコネルはこう接点ができるんですよね。でそこから2人はこう惹かれ合っていて、くっついたり離れたりっていうのを繰り返すんですね。でそういう風にしてこう2人とも大人になって行くんです。なんかすごいそれだけ聞くとなんかねチープな恋愛ものかなって聞こえるんですけど、青年時代から大人になる時期ってすごくこう感情がセンシティブじゃないですか。その時期ならではの繊細な感情の動きとか揺れっていうのをすごくこうなんか綺麗に描いてくれていて、こうちょっとこう読みながらこう苦しい部分もあるんだけど、でも言葉が柔らかくてすごく好きな作品ですね。でこの人の作品他にも Conversations with Friends っていうのと、あと未だに読んでるやつ、あと Beautiful World Where Are You かな、それもあるんですけど、私はこの人の本だったら一番 Normal People が今のところ好きかなって思います。すごい読みやすいです。あんまり難しい言葉もないしね。次、はい
My Year of Rest and Relaxation っていう本なんですけど、これね、レビューを読んでみるとすっごく好き嫌いが分かれていて、で本当に嫌いな人は嫌いなようで、なんかこう I would give zero star if I could みたいな感じなんですけど、私は大好き大好き寄りの方でしたね。すごく好きだったこれは。でストーリーラインとしては、コロンビア大学卒業していて、で容姿端麗でニューヨークのアッパーイーストサイドに住むぐらい裕福な家庭で育った女性、20代ぐらいの女性が適当に薬を処方してくれる精神科医を見つけて、自分の症状に嘘をついてね、段階的に強い睡眠薬を処方してもらって、ハイバーネーションっていういわゆる冬眠みたいな感じで1年間寝ようとするっていうお話です。日本語で言うと何ちゅうお話だっていう感じなんですけど、だから外から見るとパッと見全部何もかも持っていて、何を悩むことがあるのっていうような彼女なんですけど、実は蓋を開けてみると、実は彼女の両親がもうすでに死んでしまっていたりとか、あと恋人もあんまりなんか良くない、こう彼も彼自身で問題があるような人とリレーションシップを持っていて、で別に彼女は今彼女がやってる仕事も別にこう熱中できるものではなかったりしていて、で唯一情熱を持てることといえば寝ることだったから、じゃあもう1年間寝たいなって寝てみようっていうお話です。まあ、なんちゅう話だっていう感じですよね、本当に。だからですね、小説とかに あんまりこう善徳を求めるような人には向いてないと思います。多分ね、そういう方が読んで合わなくて I would give zero star とかって言ってるんだと思うんですけど、だから私はすごく好きでしたね。まあストーリーラインも面白いんですけど、この小説の面白いところってトーンがすごく面白くて、コメディまではいかないですけど、こうユーモアがあるように書かれてるんですね。だからちょっと皮肉りながらユーモアも含めながらアンニュイな感じ、なんかそういうのが好きな方にはおすすめかもしれないです。私はすごく好きでした。でも一応これニューヨークタイムズベストセラーですからね。一応いい本なんだと思いますよ。まあ人を選ぶっていう話ですね。で次、In Five Years。これもニューヨークが舞台の話なんですけど、ニューヨーカーってこうすごくこうせか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 動いていて、ですごく働いて、その代わりすごくこう収入を得てっていうような人が多いんですけど、主人公の女の人もザ・それっていう感じ。弁護士さんなんですけど、もう本当に全てをきちきちっとこう間違いなくやっていく人です。このお話で In 5 years っていうくらいだから、結構時間っていうものがキーになってくるんですね。彼女もすごく時間を気にするシーンがあったりとか、婚約者とも婚約はするんだけども、なんか忙しい忙しいとかって言ってこうダラ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 結局行動には移さないままみたいな時間がずっと流れてたりとか、である時にですね、彼女は知らない男性と出会って関係を持ってしまうっていう夢を見るんですね。で4年半後に実際その人と実際に出会うんです。でまたこれも本当にチープな恋愛ものだなって聞こえるんですけども、これだけ聞くとね。でも違うんです。ストーリーの内容だったりとか最後はあえて言わないですけど、タイトル通り5年後には彼女の価値観だったりとか、もちろんあと時間に対する考えだったりとかっていうのも、もうある出来事をきっかけにガラッと変わっていて、人間の変化っていうものだったりとか、あとその時間の流れっていうものをよく考えさせられる本でしたね。よきよき。で次、 On Earth We Are Briefly Gorgeous っていう本です。これはね、すごく重いお話なんですけど、すごく美しいですね。これ一応フィクションに分類はされてるんですけど、この作者の人の実体験に基づいていて、主人公の男の子がお母さんに手紙を書くっていうような形、その手紙の形式みたいな感じでこう話が進んでいきます。主人公はですね、ライターでベトナムからの移民で、ゲイの方です。で作品の中で彼のファミリーストーリーっていうのがこう時間を遡って遡ってこう振り返られて
行くんです。で戦争も絡んでいて、どういう流れでアメリカにたどり着いて、じゃあたどり着いたらたどり着いたで移民としてアメリカでどういう風に生きて来たのか。なのでこう歴史的背景だったりとか、アメリカで移民として生きることってどういうことなんだろうとか、 LGBTQ のことだったりとか、たくさん本当にたくさんのことを経験してきた人のお話です。重かったけどこの本を読んでよかったなって思ったのは、教科書を読んでるみたいに字だけを追ってその事実だけをこう理解させられるんじゃなくて、実際そういう状況の中にいる人とその家族っていうのが実際にどういう経験をして、どういうなんか感情のプロセスを経て生活してきたのかっていうことを実際の声として学べる。本当にすごくリアルだし本当に重いです。でも読んでみて損はない一冊かなと思います。でぜひね、エネルギーがある時に読んでみてほしいなと思いますね。次、パークアベニュー様。これもね、ニューヨークが舞台のお話で、プラダを着た悪魔にお話は似てるかな。1960年代のニューヨークが舞台のお話です。本当はね、フォトグラファーになりたい女の子がこう知り合いのつてを伝って、コスモポリタンの編集長のアシスタントとして仕事を始めるお話です。でその仕事をしながら、でもフォトグラファーになるっていう夢は決して捨てずに、その夢を追っていくっていうお話。これが良かったなと思うのは、読んでた本は結構重い本が多かったので、気を張らずに気軽に読めたのがすごく良かったなと思います。あとはね、文章がすごくセクシーで、1960年代のニューヨークのこうノスタルジーな香りがしてすごく素敵なでしたね。はい、ということでね、2021年、他にもね、もっとこう読んでいて良かったなって思った本だったりとか、自分にあーなんか合わないなと思った本だったりとか、いろいろあったんですけども、トータルすごくこの読書にかけた時間っていうのは意味有意義な時間だったなと思っていて、こう心に栄養をもらえた感じがして、なんで今年もね、できるだけ読書に時間を割いていけたらなと思っています。で、まあ、今年こそはね、少し肩の力を抜いて楽しめる1年にしたいなと思ってます。たくさん綺麗な景色を見て、アートとか映画を見て、去年のね、ニューヨークみたいにまたどこかにも行けたらいいなって思いますし、もう本当に状況を見ながらですけど、まあ、ヨーロッパとかにもなんか行きたいなーって思ってたりもするし、外に行くことも今年はできたらいいなーって願っております。本当に状況次第ですけどね。あとはね、 YouTube でも本当にもう滞ってるライフアップデートだったりとか、あとはね、模様替えもちょっといい加減完成させてルームツアーもしたいですし、あとはね、どっかでもこの動画を見てくれたら、まあ、ある程度私のことを分かってくれると思いますみたいな、こうサマリーみたいな自己紹介動画も作りたい気もしてますし、あとはね、最近結構ブランドさんとのコラボレーションの機会をいただくことが多いので、まあ、私との相性もそうですし、皆さんにもね、気に入ってもらえるようなブランドさんをちゃんとね、選びながら紹介させてもらって、で単純にね、いいアイテムとの出会いは単純に私たちの生活を豊かにしてくれますし、まあ、このコロナ禍なので素敵なことをしている素敵なブランドさんだったり企業さんには生き残ってほしいなって思う部分もあるので、まあ、そういう願いも込めながら、そういうコラボレーションもね、頻繁にではないかもしれないですけど、今年も続けていけたらなと思います。あとはですね、本当に何よりも平和に平穏に皆さんとまたこの1年を過ごせていけたらいいなと思います。皆さんにとってね、今年が少しでも去年よりも良くて愉快な年になりますように、本当に本当に願いを込めて今日はね、終わりにしたいなと思います。また次の動画でお会いしましょう。